あ、本当に。なんでだべ。で、また僕一人で一人帰るわけさ。うん。俺も佐藤一人なくなっちゃうもん。全員。いないの？あ、ほんと。果樹そのものが羽根がすぐなくなってるんだろうか。あまり規制されてもあると思って。若い人たちのとこでも自由にこう入ってくるきゃ。前でどこでろ、結局このねぶた、このねぶた、さ、登録してもおかしいけど、それで食べてる羽根としか想像入れないと思って。あんまり勝手に出たり入ったりすれば前ねってことなんだ。あら。前から入るときは排除されてもあるし。ああ、街の面白い投げだるきゃ。昔はよく見てる人の間塗って羽と出たり入ったりしてったよな。したったしたった。もう大体元はこう丸くなってみたいな。前は羽だけ。それ傷されてると思ってるわ。なんで？それ前なの？ただ、ただ横一列になってただみんなでこうやってワイワイワイってただ行くだけ。まあ、何の羽と。あれ丸くなってで、みんなでやる判断もしよかったのに。なんか更新してるんだべな。だんだんうるさくなったんだね。そっかそっか。自分たちが面白いよりも。ねぶた始まる前にバースで来て、その佐々木席座座って、ねぶた終わればそこからバースさん乗ってまた行っちゃうもんだもんの。ピントのからしか腕がねてな。あんだよな。金本さんでピントのから。体を落としてくれて。結構して離れたところさ行ってから泊まるとか移動しちゃうんだ。次の今度例えば北だ、関東とか。ああ、そっかそっか。そうなれば途中のあの十和田湖の方のあの大湯温泉だとか、秋田の近いら、伊勢とか、ああいうとさこう泊まって。へえ。だよな。ホテルに途中朝泊まれば倍、値段が倍だなって。そうなんだ。ねぶった料金なんだ。実は出れたら一泊五六千。頑張って1万2、3000円かかってくる。そっか。せばちょっと離れたどこの温泉さでもっていうことになるよな。まあバスで移動しちゃうんだらね、遠くでもないんだもの、遠くさ行くんでも。ずっと十和田湖に、ずっと湖に出てきて、ひろがなこじらさ入って、で、豚にいて、はい、で、まあ、県境の温泉行っても、毎日高速で1時間ぐらいで行ってもらうし。そうだよね。